おはようございます。吉谷さん、メッセージありがとうございます。本当にね、深夜に送ったのに深夜のうちに返していただいて、まあ言われてましたけども、これね、誰かに強制されてるわけでもなくって、締め切りが設定されてるわけでもなくって、これ例えばこの動画のやり取りって、途中でどっちかがやめればそれで終わってしまって、はい、そこで、はい、終わりですよ、ちゃんちゃんってことになるんですけども、そうではなくてですね、やっぱり視聴されてる方が何十人かいらっしゃいますんで、その方の、本当おこがましいんですけども、一人でも人生を、まあ、いい方向に向けていただくために、こうやってね、もう、その内側から出てくるモチベーションによって届けられてると思うんですよ。私の方にはですね、どんな反応があったのかってこと、全くわかりません。全くわからないんですけども、まあ、吉谷さんがね、放送を続けていたりとか、申し込みがあったっていうことを聞くと、まあ、いろいろとね、思うところがありまして、私も精一杯、皆さんにね、お伝えしていかなければならないな、というところがあります。その私の内側から来るモチベーションっていうのは、理由は2つあるんですよ。一つのモチベーションとしては、私ももともとは、多分この視聴者さんと同じところにいた、もしくはもっと悪いところにいたんですよ。どうですかね、この動画をご覧になっている方の中で、借金がですね、2800万円を超えた方っていますかね。私の場合は正確に言うと2800万円以上あったんですけども、もう数えるのが怖くて、どっちにしても怖いというよりも、もう無関心になりました。2800万までは数えたんだけども、その後の、督促とかね、債務通知ってのを計算したら、あ、3000万超えるんじゃないかなと。じゃあ、どうせ返せないんだったら計算しなくていいやって感じだったんですよね。まあ、そんな無責任な形ではあったんですけども、そこから、まあ、麻雀をやりながらね、日頃わははわははと麻雀やってるわけですよ。面白おかしく。面白おかしくやってるんだけども、頭の中には、ああ、この金どうしようかなと。親に泣きつこうかな。いやいやいや、自己破産かな、みたいな感じでね。どっちかっていうと、逃げの姿勢は持っていたんですよ。でもやっぱり私を信頼してお金を貸してくださった方の迷惑のことを考えると、なんとか返したいなと思いはどこにでもありました。返したいと思うから悩むんですよね。で、悩むと思うからさらに返したくなるんですよ。この二つのループの中で私が最初に出会ったのが、そのネットビジネスと言われるものだったんですね。今ネットビジネスって言ったらもう死後みたいなもんなんですけども、2013年は、まあ、末期と言いますかね、インターネットビジネスの、まあ、言ってみれば末期だったものだと思います。まともな商品が売られた最後のタームだったのかなと思うんですよ。まあ、それからですね、私はもう本当に2014年、2015年と、この情報業界、インターネットビジネスの世界を見てきて、うんずらすることばっかりですね、もうみんな嘘ですよ。今振り返ったら皆さんももうわかると思いますけども、2013年から4年の間に私はほとんどそう思いました。全部嘘だなと。まともに聞いていい話は全くないなと思いましたね。煽るだけ煽って、中身のない、まあ商品というかね、塾というかね、そんなものを売りつけて、結局は販売者がやってないようなことを購入者にやらせるみたいな。それこそ結果が出てない人の方が熱心で正直で真面目ですよ。私はそういうところを見ていてですね、視聴者は少なくてもいい。まあ私にね、関心を据えてくれる人は少なくともいい。少なくともいいけども、少ない人に対して真実を伝えていこうと。自分の腹の内側を伝え続けていって、会って話して来ていただいてってことを繰り返そうかなという決断だったんですよね。それが未だに続いてるということです。もうこれはね、ギャラを欲しくてやってるものではないです。ですんで、熱海合宿ね、ここに来ていただくこと、これはね、私も本当に言いますけども、今まで私に会った人の中で、後悔をしたって人は多分いないと思うんですけども、さらに輪をかけてですね、熱海合宿が失望することはないと思います。でもそれはおそらく皆様が抱えている問題、お一人お一人のね、すべての回答を私は持ってるんですよ。まあなぜなら私が借金2800万円以上あったところ、そして麻雀屋を毎日16時間ぐらい出勤していたというね、そういうがんじがらめの中で、しかも自分で作った会社ですよ。自分で作った会社に自分が拘束されてるわけですよ。まあその中でも全てを跳ね返して、私は一本の道筋を立ててきた。あのストーリーから私10年も経ってません。2013年から始めて、吉谷さんにお会いしたのがその後すぐだったと思いますけども、当時吉谷さんはカメラを回してるだけの人だったんで、誰だろうこの人ぐらいしか思ってなかったんですよね。私がずっとね、憧れていたのは、その総まとめの方で、まあ今ね、その業界を代表すると言ってもいいぐらいの大物だはあったんですけども、私が考えていたのはいつかそういう風になりたいなと、この人に何をもらえばいいのかなってことの繰り返しだったんですよね。さあ、そういうモチベーションの中から、今は私がそこそこのことができるようになったんで、私にできることを精一杯やらせていただこうかなと思っているところが一つですよね。これがモチベーションの一つで、今日はね、私の顧問の、シャロスさんから、会計士さんの方から、会計基調が完了したので、送りますよってことで、1月分をいただきました。その一部を抜粋してプリントアウトしてきたんで、ちょっと読ませていただきますね。はい、お世話になります。何々ですと。
会計記帳が完了しております。つきましては資産表をお送りします。企業の経営状態ですよ、書いているもんですよね。高額売上等もあり、経常利益が1300万円ほどになっています。経常利益が。うん、すごいですよね。1月、こんなことになってるんですよ。去年は2600万で計上しました。1月ですよ、これ。単月です。で、こう聞いて、聞かれてるんですよ、最後に。顧問の、担当者の方がね。ちなみに、何の売上なのでしょうか？以上、引き続きよろしくお願いします。ということで書かれています。何の売上なんですかと。取引先、株式会社、PV ということで書いてますね。うん、これは何かと言いますと、まあ、ちょっと具体的には取引先のあることなんで言えないですけど、私が動画でポロポロポロと喋ってることが結構あると思うんですけども、そこを介して、その情報をソースを辿っていってですね、速稼塾の久保さんの隠居 TV の中でちょろっと話されてた情報があったんですけども、御社の商品でしょうかってことで問い合わせをされたらしくて、それが、何十件か売れてるんですよ。そして、その売れた先の、取引先の方からですね、いや、久保さんの放送のパワーすごいっすね、と。それは数万回、数十万回の再生回数を誇る YouTuber でも、こんなもん売れたことないですよ、と。久保さんは、100回とか200回の再生回数の中で、何十件も注文が入ると。相当、視聴者さんと、信頼関係を持ってですね、正直にお付き合いされてるんですね、ということで、そのための、コミッションというものを設定してなかったんですけども、お礼としてですね、いただいたものが結構あるんですよね。うん、どれのことか分かんないでしょ。うん、私だからセールスしてるつもりもないので、そんなことが起きるもんだなっていうのはもう今では普通になりましたけども、こういうことがあるんですよね。うん、まあだから売り上げが立ってると、セールスなきセールスですよね。これが私の求める境地だったんですよ。私はね、プロダクトローンチっていう会社を立ち上げて経営するほど、プロダクトローンチも長けているんですけど、長けているんですよ。何回もそれで成功しました。100枚の商品を3時間で売ったこともあります。プロダクトローンチっていうのは、私の最強とする3倍手法で完全にマスターしたとも言えます。しかも一人でですよ。皆さんがご覧になっている ICO とか、いろんなね、商材の、プロダクトローンチっていうのは、チームがあって、撮影班があって、編集してってなってると思うんですけども、私はそれをたった一人でやって、成功してきたぐらいプロダクトローンチは長けているんですけども、今はそれ全く使ってないんですよね。こういったベタ撮りの動画で、なんとなく話しているものが売り上げを生むって形になっています。さあ、それではですね、内側から来るモチベーションの二つ目っていうのをちょっと吉谷さんにもお話ししようかと思いますけども、これは吉谷さんがお話しされたように、時間なんですよね。無駄な時間を過ごしている暇がなくって、例えば30歳の人でも10年経ったら40。まあこれに気づいてる方あんまりいないんですよね。そういうことを考えると、次々とね、時間のなさってものに行き着くと思うんですけども、はい、放送がちょっと中断してすいません。もう一つはですね、時間のなさなんですよね。私もね、同じように23歳、24歳の時ですか、普通の一般社員として、地元の企業に就職しました。そしてそこのですね、上場に協力する形で7年間勤めたんですけども、はたと気がついたら上場した時にはですね、私30近くなってたんですよね。で、その時に私はね、20代のうちに起業して、30代のうちに年収1000万を取るって目標があったんですけども、あれと気がついたら、あと1年2年で起業するっていう目標のリミットが来るじゃないか、ということでね、会社を、まあ、辞めることにしたんですけども、その、株式会社を辞めるのって、2年ぐらいまたかかるんですよね。特に私、養殖にいましたんで、簡単に辞めれない立場だったんですよ。ただやっぱり簡単に辞めれないと言っても、辞めた後も会社を順調に状況を良くしてですね、今はもう私なんていらないような会社になってますんで、思い過ごしなんですよ。自分がいなければ回らないっていうのは。うん、で、あと一つ、自分が辞めて何が困るかっていうと、収入源の他に、組織を離れる怖さっていうのがおそらくあると思うんですよ。多少の不自由さを享受してでも、組織を離れたくないっていうね、群れたい精神なんですよね。これちょっと例えが変かもしれませんけども、暴走族ってのが昔あったんですけども、暴走族って一人ではやらないんですよ。群れないとやらないんですよ。まあ一人でもね、生きがってる人いますけども、うん、それは相当な強いやつか、思い違いをしている人なんですよね。だから一人でやるってことは、まあある意味、都合のいい思い違いをするぐらい、自分の道をやっぱりね、信じていける人なのかなと思います。でもう一つは、実際にそれができる人ですよね。どっちでもいいんで、やっぱり私は
組織を離れる怖さっていうのをね、打ち破って挑戦していってみていただきたいかなと思います。特に若いうちにですよ。やっぱりね、40、50になってから一人でやるっていうのはかなり怖いですし、リスクもありますし、取り返しがつかないんですよ。だからこそまだ時間が残されて、無茶ができるうち無茶をした方がいいと思います。例えば私は46になりますけども、徹夜を3日未満できるかって言ったら、まあ多分できるんですよ、私はね私はできるんですけども、通常の方は無理ですよ。40代からダイエットをしようとかね、筋トレをしようなんて相当無理ですよ。だから20代とかにやっておかないと手遅れになってしまうんですよ。30代でも難しいかもしれません。40代では相当根性ありますね。相当根性がいるのに今日決断できないってことはもう根性ないんですよ。できないんですよ、もう。だからそういう場合は自分の人生諦めるしかないんですけども、ここで2つ目のね、モチベーションもう一回言いますよ。時間に限りがあるっていうのは自分の時間だけではないです。ご自身の皆さんのね、お父さん、お母さん、兄弟、恋人、愛する人、いろんなことを考えてみてください。自分以上に時間がない人ばかりじゃないですか。手遅れになっちゃいますよ。そういう方っていつまでも元気で、いてくれないですからね。死んでしまいます。死なないまでも入院します。入院しないまでも腰が痛くなったり足が痛くなったり動けないです。美味しいもの食べに行こうって言ってもね、もうね、胃が弱くなっちゃってあんまり食べられないとかね、いろんなフルコースが出てくるけども、最初の一皿でお腹いっぱいとかになって、どうですか、こういうことを考えたら。で、海外旅行行こうって言っても、行くのにはそこそこの準備とね、体力がいりますよ。飛行機に乗るのだって限界がありますからね。そら、今度4月にハワイ行きますけども、ハワイって20時間乗るんですよ、飛行機に。私でも嫌ですよ。嫌だけども、でも、いろいろと工夫していくわけじゃないですか。でもね、例えばね、皆さんこの動画をご覧になっている方の、親の世代、ね、70代とか80代の方に、20時間飛行機にエコノミーに乗れって言ったらどうですか ?VIP コースならまだしも、ファーストクラスならまだしも。もう気の毒でしょうがないですよ。で、外国に行ったらトイレがどこかわからない、怪我したらどうこうとかね、不安がいっぱいあります。そういった精神的なこともあって、もう時間がないってことを考えた方がいいのかなと思うんですよね。さあ、平たく言うとですね、40代を過ぎて決断に鈍るようだったら、もうね、決断できないんですよ。今まで大した決断できてなかったわけですから、ちょっと悪い言い方になりますけども、重大な重要な決断ができていればこんなことになってないんですよ。で、私は40過ぎてから麻雀屋っていうのをね、手放すことが決めたんですけども、でも、43C ですよ。2015年までは私全然やってますからね、麻雀屋で。2015年の夏、暑い盛りに急に、経営の停止を発表して、1ヶ月後にはもう店がないという状態を作ったんですけども、まあ、これもですね、閉店するって分かってて、経営する、営業する、そのなんか切なさってのはないですよ。当然従業員さんのモチベーションも落ちていくばっかりですよね。自分の就職活動もしないといけないですからね。で、お客さんも先のない店に行こうなんてあんまり思わないですからね。で、苦しいですよ、最後は。でもやっぱりそういうね、苦しみというか生みの苦しみってのは あるんですよ。特に女性は生みの苦しみってものを体験する方が多いと思いますけども、少なくともその覚悟をすることは結構あると思うんですよ。でもね、やっぱ腰が引けてるのは男の子ですよね。男の子がもうちょっとね、強くね、誇り高くいてほしいなと思います。なんか痛みに弱いとかね、組織を離れるのが怖いとか、もうそんなね、ビビり根性だから日本人の男性もどんどんダメになってくるって言われて、それだったらね、まだ過去の武勇伝を語ってくれるバブル失敗組のおじさんの方がまだマシですよ。少なくともその人たちは挑戦をしたわけですよ。破れたにしても挑戦をする人ばかりだったんですよ。高額な住宅ローンをね、ぶち込んでみたりとか、大きな借金して土地を買ったりとかね、上場企業に向けて就職活動してみたりとか、すべて挑戦してみましたよね。で、挑戦して結果的には失敗した、踊らされただけなんですけども、でもね、何もやらずに結局疲弊するっていう人生を選ぶよりは、私は大失敗をする人生の方がまだ宝だと思いますよね。まあそういう意味も込めて、最初の第一歩としてですね、この熱海合宿っていうのを、この再生回数今見たら70とか80平均であるじゃないですか。これ全員来ないとダメですよ、ここまで見てんだったら。もう来ないつもりなら次の動画とか見ないでほしいぐらいですよね。見ても意味がないです、これは。なぜなら、これは熱海合宿に来た人に最終的に全ての動画が点と点が結ばって線になって立体になるようにね、面になって立体になるように作られている動画になるわけですよ。そう考えていくと、この無料動画だけ見て自分の人生変えようなんて思わないでほしいなと思います。変わんないですよ。だって見るだけで変わる動画なんてないですよ。
そうではないです。やっぱりね、私のね、波動を感じていただいて、まあちょっと、スピリチュアルみたいになりますけども、共に過ごして、心と心で結ばって、私とね、やっぱ精神的な家族になっていただきたいかなと思います。そしたら私は、この動画を見てる方の時間が少ないってことも、より深く強く意識してお届けできるものが増えてくると思うんですよね。さあ、吉田さん、さあ、長いメッセージになりましたけども、今日もお疲れの中ね、動画を見ていただきまして、ありがとうございました。じゃあ、吉田さんにもですね、いろいろと、こちらから聞いていくことが増えると思いますけども、まあ今ね、吉田さんも、一生懸命ね、いろんなことを活動されていて、本当に頭が下がるなと思いますけども、家族、両親、それからご兄弟、ね、そういったものを吉田さんもお持ちだと思いますけども、うん、今、そういった大切な人に対してやってあげたいこととかできることとかね、やってないこととか、この辺のテーマで語っていただけるとありがたいんですけども、これは視聴者さんの方でもハッと我に返ってですね、気がついたら自分の身内が死んでいたとかっていうこともあると思うんですよ。気がついたらってのは変ですけどもね、何の親孝行も恩返しもできないままその人がもう喪に伏していたとかね、お隠れになったってこと結構あると思うんですよ。それが本当の後悔ですよ。それが体験しないとわからないようで遅いんですよ。ちょっと頭使ったら体験しなくてもわかるはずなんですよね。その悲しみとか辛さとか切なさとか、それから人々の失敗ですよね。多くの人、人生には失敗がつきもんって言いますけども、失敗がない人生の方がいいに決まってるじゃないですか。仕方なく失敗したからそれを無駄にしないように画策してるだけであってね、それは生まれた時から大成功ばっかりの方がそれベストな人生のはずなんですよ。失敗なんてそれはない方がいいです。でもほとんどの人には失敗という体験を元にしなければわからないこともあるんですよ。でもほとんどの方に会っていましたけども、一部の方は体験する前にどういうことになるかっていうことが想像できるんですよ。仮説が立つんですよ。だからリスクヘッジができるんですよね。そう考えるとほとんどの方はリスクヘッジもせずに恐れもなくね、よく生きてられるなとか、で楽しくもないことは楽しいって感じでよく笑えるなとか思っちゃいますよね。本当にもっともっと人生っていうのは笑えない冗談の連続ですからね。そう考えて時間は本当に大事だなと。我々は限られた時間という在庫を使いながら販売しながら生きてるようなもんです。しかもその在庫はいつ尽きるのか分かりませんし、補充されることはありません。怖いですよね。在庫が分からない商売をしてるわけですからね。あと1個っていうこともありえるんですよ。そう考えたら立ち止まってる暇はないし、楽しみを後回しにしている暇すらないと思います。さあ、もう一回お伺いしますけども、吉田さん、家族に対して、そして大切な人に対してどのようにお感じになったのか、教えていただければ幸いです。それでは失礼します。